ジジェル県の位置ジジェル県内のジジェルの位置ジジェルはアルジェリアの都市、アルジェリア北東部に位置し、地中海に面する。人口16万4807人。ジジェル県の県都である。ジジェルはこの地域の政治経済の中心であり、周辺の原材料を生かして、コルクの生産や比較、製鉄産業が盛んである。周辺の柑橘類や穀物の集産地でもある。 また漁業も重要である。美しい砂のビーチと風景に魅せられた、主に国内の観光客が多く訪れ、リゾートタウンが作られて、多くのホテルやレストランがある。ジジェルは、タザ国立公園から3 0キロメートルの地点にあり、観光拠点となっている。この国立公園は、以前は広く分布していたものの現在では絶滅の危機にあるバーバリーマカクの居住地として知られている。 険しい地形のために、ジジェルは、やや孤立しているが、それでも9 0トル西のベジャヤや1 3 5キロメートル南西のセティフ、1 5 0トル南東のコンスタンティーヌなどといった近隣の都市との間には、道路が通じている。また、ジジェルには、空港もある。ジジェルは、木々に囲まれた、広い通りと近代的な区画からなる。 町の周囲は主にコルクガシからなる森林に囲まれている。ジジェルに最初に住んでいたのはベルベル人であり、中でモクタマ族が最も知られていた。もともとはフェニキア人の交易地であり、当時の墳墓も残っている。やがてローマ帝国、バンダル王国、アラブ人、ジェノバ共和国と支配者が次々と変わり、16世紀にはバルバロスハイレッディンの支配下に入った。 1664年7月にフランスがこの町を占領したものの、シャバン AGA に引きられた抵抗によって、同年10月にフランスは撤退を余儀なくされた。1839年、再びフランスがこの町を占領し、抵抗も1851年までには収束して、この町はフランス領となった。1856年には地震が起き、 旧市街は荒廃した。ジジルの7マイル東に新しく、全ェ,ェ港が建設され8.2メートルの深さまでのバルクキャリアが入港できるようになった。現在、自動車輸送船とバルクキャリアがこの港を主に使用している。ありがとうございます。